坂田東一坂田東一11月24日隊は日本の官僚文部科学事務次官を経て2011年から2014年までウクライナ中殺特命全権大使を務めた大阪府出身大阪府立北野高等学校東京大学工学部卒業東京大学大学院工学系研究科機械、工学専門家庭修士課程修了 1974年科学技術庁入庁科学技術庁科学技術政策局計画課企画官文部科学大臣官房審議官独立行政法人理科学研究所理事文部科学省大臣官房長文部科学審議官を経て2009年7月14日から2010年7月30日まで文部科学事務次官退官後文部科学省顧問を経て 2010年10月1日より、社団法人日本原子力産業協会特任フェロー。2011年9月1日より、ウクライナ中殺特命全権大使権、モルドバ中殺特命全権大使。2014年2月から、ロシアのクリミア侵攻がなされ、同年10月30日付で、遺願退官し、一般社団法人日本原子力産業協会、特任フェローに戻った。 2015年6月26日、一般財団法人日本宇宙フォーラム理事長に就任。文部科学省科学技術学術政策研究所シニアフェローや兵庫県参与も歴任。2017年3月、文部科学省における再就職等規制違反に関して文書厳重注意相当とされた東大ボート部出身。ありがとうございます。